さすがに冷え込んできましたね、これね。いや、めちゃくちゃ暑い。めちゃくちゃ暑い。いや、10月ですよ、もう。あ、まあまあ、まあそうですけどね、配信の頃は。ちょっと、さすがに間違えちゃいました。もう、なんて、そうね。もうさ、こういう、こう、スタジオ収録の時はさ、長ズボン履いてきてください。寒がりなんだから。なんで嫌なんですか。いいな、半ズボンで外で歩ける性格で。どういう意味ですか。俺、多分、いや、そうね。これ履いて、新橋歩けって言われたら。そうね。まあ足が綺麗なあれだからまだいいけど、これで毛とかあったら俺無理だもんな。でも今日のゲストはもうツルツルですよ、だいぶ前から。だからもう今って男性で脱毛とか流行ってるってというか、まあ多分もうあと何年かしてそれが当たり前になるじゃないですか。先駆者っすよ、脱毛の男性脱毛の先駆者。マジで当時は嘘だろお前ってなってマジで、じゃああそこも VIO もって言ったら、本当？本当なのそれ。何年前だっけ？5年ぐらい前。もっと前。5年ぐらい前ですよ。本当です、本当です。だから、本当時代の見本ぐらい先にしたんですよ。その時は誰もやってなかったんです。で、むしろ、嘘を。なるよね。で、それ半ズボンを履く撮影だったんで、わかるじゃないですか。もう綺麗になってるのは。やっぱ違和感があったんですけど、今、あいつ、先行ってたなっていう。今の時代普通になったんだ。本当に誰でしょうか。あと何かヒントありますか。なんか一緒の趣味じゃないですか。一緒の趣味というか麻雀ですよね。だはい、趣味というか、まあ、まあ、仕事なりわいというなりわいの方ですよ ね。そう、肩書きか肩書き ありますよね。プロなんですよね。あんな上がったんですよ。上がりました。 C1 あの方はE3 結構ゲームさん変わらない。もうそれより下はないそれより下はないですよ今。まあまあ始まったばっかりですから。まあ我々長いですよね、同じ釜の飯を食って。まあそうっすね、同じ雑誌の、うん、俺、ね、あいつとの俺覚えてるんです、初めてのこのデート仕事を、あの馬場のね BB だったんですよ。確かスピードって覚えてます。ああ、もちろん。山さんの。山さんの。240分の1。で、こういう持ち押さえて、あの、ボーナス確率を上げてっていう。びっくり、タイプで。で、打って、なんかね、まあまあ、歓迎会じゃないですけど、軽く、じゃあみんなで、軽く飲みましょうかって、境通りの確か居酒屋行ったんですよ。で、まあ、普通の居酒屋なんで、頼むじゃないですか。で、アジのね、叩きかなんかを、まあ、頼んだ一つにあったんですよ。出てきた時に、こう、姿なんかになってるよね。で出てきて、いきなりそのアジのこの目のところをピンとして目押しってやったんですよ。で俺、あこいつはもう無理だ分かり合えないわってその時そんなやったの。俺はまだ後輩だったんで、あの下っ端だったんで言わなかったんですよ。あこいつは分かり合えないかなって思った記憶、今思い出しました。すげえ久しぶりに思い出しました。すごいなぁ、ファンサービス。三谷さん何かあります。その俺、はい、その初めてホールでたまたまうちに行ったホールで一緒になったことがあったんですよ。それは偶然です。僕はどっちもプライベートで、はい、でこちらの方はプライベートでファイヤーコングっていうゴリゴリの攻略機を売ってて、僕は、まあ、割り丸っていう台を遊びに行ってたんですけど、はい、で昼ぐらいに飯行こうぜって言ったら、えいっすってピシャッと断られて初対面で俺から行ったのに、先輩の俺からね、飯行こうね。あ、やっぱ期待至上主義だから。ガチプロだ。もうこの台座ってんだよ。はい、すいません。そうか、ファイヤーコングは1ゲームでも行わさなきゃいけないから。でもあの頃は一番尖ってましたから。そうだね、尖さって別にね、あの合わせることを知らなかった。そう、自分の思うところをこう、そうね、我が道突き詰めるという、求道者みたいなイメージはありましたね。僕はまあ麻雀一緒にやったりとか、あとレーシックを最初の頃にやった
すげえなー。レーシックもやったの、うん、すごい。だから全部時代の先を行ってる。新しいもの好きだね。人体実験みたいな。そう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 。あと、うん、あとすごい汚い予備校生みたいな格好だったんですよ。あ、雑誌入った頃は、はい、それがある時を境にキアヌ・リーブスみたいなサングラスで、あのマトリックスみたいなコート着て、ロングコート着てた。そう、なんか急に変わった時期があって、うわ、何この人って思った記憶があります。ロングコート着全然知らないな。トータルスーツ、いい話あんまないね。あの、尖ってて、先を行ってる変わり者っていう、そう、変わり者。深い感じになりますが、この方です、今回ゲストです。はい、ポロリです。ありがとうございます。いやいや、ついに。言われ放題だな、言われ放題だな。でも、脚色一個もないでしょ。ないです。ない。覚えてた。残念ながら全部嘘はないです。俺を断ったこともちゃんと。はい。覚えてんのがすごいね。レーシックが確か20、最初の頃に。の時ですね。だから20年ぐらい前ですかね。まだ一般的になるギリギリの時ぐらい。はい。だって、ま、あの頃、片目やるのに20万ですよ。え、今もう違うんだ。今、両目で5万とか6万じゃないですか。もうなんか、脱毛もそうですけど。あ、これだなっていうのがあったら。腕とかしてる。あ、でも今ちょっと生えてきてます、うっすらとですけど。ただ基本的に全身もうなんか、うわー、すごいね。はい、綺麗ね。いや、奥さんこそやった方がいいんじゃないですか、うん、いや、やりたいっすよ、もうすぐにでも。ただ面倒っちい、どっか行かなきゃいけない。わかります。いや、1回で終わるんだったらいいか。そう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 、その後もそれ5回10回ってやるじゃん、あれって。俺も回数少なくしたいんで、あのレーザーの強さを一番強くしてくれって言うんですよ。バチみたいな。ちなみに全身やるじゃないですか、はい、やったじゃないですか。例えば両腕やるのにどれがいいかな、まず。あの抜け具合が本当に個人差があるんですよ、うん、俺脇とあの 下はすぐだった。5回ぐらいだと思います。それでも5回なの。 脇もないです。はい、巻きも。はぁ、ね、自然だな。初めて見た。男性のその方がいいよ、脇毛は。いや、めちゃめちゃ快適になりますよ。何が快適なの？部屋の掃除の頻度が全然変わる。あの、よくわかんない毛が部屋に落ちてるとかが、まずなくなるのがすごくいいですね。ってなったら、髪の毛じゃねえな、ちょっと。そうよね。髪が一番だよ。いやいや。よくわかんない縮れっ毛とか落ちてるの嫌じゃないですか。でも、当時言ってたのは、麻雀確かプロになるかならないかぐらいだったんですよ。うん、なろうっていう時に、その、見えるから、もし、その、なるほど。あの、ね、テレビ対局みたいになった時に、あの、配信対局になった時に、はい、だからやります、みたいなこと言ってました。なるほど、なるほど。なんかもう完全にあれですよ。向こうの思うがまま。そもそも手をやりに行ったんですよ。麻雀で見られることになるかもしれないから、もうやっちゃおうと思って手をやりに行ったら、向こうの人にそれだとお風呂とか入った時に手は綺麗なのに足だけボーボーとかなるじゃないですかって、ちょっと変ですよねみたいな。じゃあ足もやるかってなって、足をやった時にここが残ってると VIO がちょっとねえみたいな感じで、じゃあ VIO もやるかみたいなノリで。当時全部でまるっとでいくらぐらいですか。40万ぐらいです。高っ。で、40万かけて全身やるのにどれぐらい通う、もう何回ぐらい通うんだっけ。1回やって1ヶ月ちょっと間を空けるんですよね、うんうん、で1年でだいたいまあこんなもんだよねってぐらいに薄くはなる。1年かかるんだ。大変だ。あ、もう毛の話飽きてます。いや、いつまで毛の話。まあ、そろそろ経歴いきますか。まあ、そうですね。そうですね。まあ、ガイド入ってからの話もですけど、まあ、幼少期から聞いてきます、はい、その幼少期というか、軽い生い立ち。確か茨城出身。茨城出身ですね。三、ね、人兄弟の真ん中ですね。あ、三人兄弟。はい。兄貴と妹がいます。へぇ、絶望的に放置されて、うん、自由自在に生きてきた感じです、うん、子供の頃から。子供の頃から、はい、いつどこまで茨城にいるの。高校出たところまでですね。で、大学が東京だった、はい、大学は東京で、それはもうでも1ヶ月も通ってない。1ヶ月で辞めたの大学を。はい、自分が
4月の8日生まれなんで、もう入学した時には1歳年を取ってるんですけど、19のだからゴールデンウィークに入る前にはもうあの退学するっていうんで。え、なんでなんで。あ、俺卒業しないと思ったんですよ。その学校に行って楽しくなかった。楽しくなかった。お友達とか。お友達何人かいましたけど、うん。うん、まずその出てどこに住んだの？池袋です、ね。池袋。あ、今あ。今の家じゃないでしょ。じゃないです。ね、池袋に住みました、うん。大学はどこにあったの、場所は。あれです。向こうが丘遊園とか登戸とか、あの専修大学なんですけど。で、まあ最初は通ってます。でも通うと同時に、はい、まあ当然仕送りはあったの、はい、ありました。あった。はい、アルバイトはアルバイトはしてなかったです。仕送りだけじゃ生活はままならない。じゃあそれを何で、はい、それはスロットで。それっていうのは茨城のとこから売ってたの？茨城の時から売ってました。買ってたの？高校生。高校生かな。高校生。あなた、あの、勝つようなパステル売ってたの？当時モーニングもあったし、うん、コンドルとかですよね。あ、コンドルの時代。コンドル。はい。ニューパルスはコンドル。茨城って甘いの？状況、今思えば。今思えば甘かったです。簡単に勝てましたね。10日？10日じゃなかったです。うん、だある程度時間をかけてやるような勝負が多かったですけど。高校ってだって学校あるでしょ、朝から。ありますね。それ行ってたでしょ。行ってましたね。夕方から打つってこと。いや、あ、土日モーニングだけ取りに。あのいろんなパターンがあるんですけど、うんうんうん、まず朝は大概学校に行かないですね。え、一次元目。はい、私服からスタートして、で、あのモーニングを取って、で霧のいい時間に学校に行く。え、なんでそんなことになるの？誰に教えられたんだ？誰に教えられたわけでもないけど、人はそうして生きていくもんだと。パチスロはどうやって教え、誰に教え。パチスロは最初はまあ親もやるので、うん、あの頃はまだ普通に子供で入っていくの珍しくなかった、うん、それで入ってそのパチンコ屋さんに入るっていうのは問題がなくて、でゲームとかでパチスロがあって、うん、コンチネンタルかなんかのゲームがあったりして、うん、そういうのとかでも理解があって、で、パチスロ必勝ガイドを親が買ってて。親が買ってたの？買ってました。はい。へぇー。で、興味を持ったの？その雑誌なり、ゲームなり。雑誌読んでた？雑誌だから読んでました。あいつ絶対マガジンじゃん。ね。あ、マガジン？あ、いや、俺、全然ガイドでした。バリバリガイドで。いや、三田さん、センサーだと、マガの匂いだった。なんでどんな匂いなんですかそれ。どんな匂い、うん、どんな匂い、手入れ、ね、認めない匂いがする。要は攻略系ってことよ。攻略系、攻略か。勝ちにこだわるのはマガジンじゃん。そうそう。こっちはどっちかというとバラエティー。そう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 。あのほら、手入れとゲーム数のあれやってたじゃないですか。そうそう、設定判別攻略。マガジンの手法でやると、二十何ゲーム以降の、その枚数があった時しかできないんだけど、うん、実はガイドのゲーム数早め表の、うん、その早見表のゲームだったら、例えば5ゲーム目であってもそれが成立するんですよ。だから合わせてやってました。そういうこと。そうです。ドバちゃんタイプだ。はい、原産地帯分かれば一生できるじゃん。そうです、そうです、そうです。全部できるじゃん。はいはい、できるんですよ。なんでそんなことに興味をっていうか。もともと数学は好きな。理系なの？進んだ先は法学部なんでバリバリ文系なんですけど、でも数学の方が全然好きなんですよ。あ、そうなんだ。へえ。なんで、なんか合わせてやってたんで。で、実際勝ってたの？おかげさまで、まあ。モーニングある。っていうよりは、どこでその転換期、絶対始め、まあ始めが勝つっていう人も今いるけど、お金に困って、もうどうしても勝たなきゃいけない。で、パチンコバスを選んだっていう人も当然いるけど、うんうん、今の限り、初めはそんな感じじゃないし、うん、入り口は。そうだね。どこでその勝ちを意識するようになったっていう。どこでなんだろう。でも割と最初からだと思います。だからパチンコパチスロはそのゲームを楽しむ遊びじゃなくて、どうやって勝つかを楽しむ遊び、メダルを増やすっていう、どうやって増やすかっていう遊びだ。でそれを初めに向き合ったのが、騎手は何だったの？ホールで一番最初はあれですよ。だから本当に初めて打ったのは多分中学生の時にフィーバークイーンを打って、はい、でその時に嘘800を教えられるわけですよ、うん、回ってきていいタイミングで叩くと止まるよみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、でやって、あれ違くねこれってなるわけですよ。
で、本を読む。で、内容を理解する。叩く関係なくね、ってなる。そういうのの、なんかその、積み上げで、こういう変なのができる。ま、大体街に一人か二人いる小賢しいやつだ。小賢しい。まあ、まあ確かにね。ちょっと大人びてるというか、感覚が。ぶっこ抜いてたんだろ？おかげさまで。今日はここはこう設定、足はこう設定って。そのガイドの入る前。入る前でしょ、はい、で、やって、何年かして、あいつ、仕事で行ったらしいんですよ。その時に話したんだろ？あ、昔抜いてた、あの打ってたんですよ、ここで。したら全部設定1だったじゃあ目押しで本当に勝ってた。すごいね。目押しだけで勝つ。すごいね。